関ヶ原からくり伝令放送室、みなみなこんにちは。じゃあこたびは徳川家康最後の陣地に参っておる。それでは行こう。さあ、こちらが徳川家康最後の陣地、将棋場とも呼ばれておる。こちらはあの徳川家康殿が一番最初に布陣した桃配山より、東西の戦が膠着状態に陥り、それに満を持してここまで陣を進めたとされておる場所じゃ。最終的にこちらの方で陣を張り、最終戦が終わるまではここにいたとされておる。そしてあの島津殿の敵中突破がこの近くを通ったとも言われておるな。わし島左近も笹尾山からこちらをめがけて徳川家康の首を狙いたかったところじゃ。戦後こちらは南の西軍諸将の首を確認する首実験をした場所とも言われており、関ヶ原駅からは歩いて約10分となっておる上、ぜひぜひお越しください。徳川殿の本陣じゃが、わしもここまで来てあの徳川殿の首が取れれば西軍の勝ちが決まったと思うんじゃが、さすがに守りはきつかったの。黒田長政殿、田中義政殿、そして細川忠興殿、諸将が周りを固めておったゆえな、わしもここまではさすがに攻め入ることができんかった。こちらは御霊神社でございまする。関ヶ原の戦いにおいては幾千幾万の将兵がここで命を落としたとされております。その御霊を祀るために建立されたのがこちらの神社でございまする。小さな神社ではございますが、関ヶ原を訪れの際は東首塚、西首塚、そしてこちらにも参っていただけるとありがたいと思いまする。ぜひお立ち寄りくだされ。この度の徳川家康との最後の陣地、いかがであったかの。それではまた会おう。さらばじゃ。